呪い、オーブ、ポルターガイスト、この世には耳を疑うような話が数多く存在する。あなたはこの恐怖に耐えれるだろうか。本当にあったゾッとする話。さあ、我々はゾッとする話第4弾。皆さんちょっとそこら辺把握しといてくださいよ。いやー、全然把握しないな。大丈夫か、山田浩二さん。いやー、ほんとにね、もうやりすぎとして、きついわ。諦めんの早いな。やったことない。はい、ということで、はい、大好評、はい、ゾッとする怖い話シリーズ第4弾出たー。皆さんいつもの高評価1万超えをさらっと皆さん高評価していただいて、すごくない？いやー、評価していただいてありがたい。本当にね、めちゃめちゃやっててモチベが上がります。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ということで、ぜひ今回もね、高評価をよろしくお願いいたします。もうありがとうが止まらないから、もうずっとここで聞いてたり。俺もずっと、もうここで頭下げて、このまま正義が喋ろうか。もう今日の話はですね、無音電話っていう話なんです。ツッコミが誰もいない。もう誰もいないから俺がするしかない。なんでやねん。早速一つ目のゾッとする話、はい、はい、行かせていただきましょう。一つ目のお話、無音電話という話なんです。無音電話。引っ越しまして、ある人が引っ越して、まあ家賃も安くて、うん、別に事故物件とかではないですよ。おお、家賃安くて、まあ満足してましたと。で、唯一気がかりなのが、引っ越してから毎日かかってくる無言の電話っていうのがあるんですね。おお、ちょっと気持ち悪い。通知でかかってきて、出たら一言も発せず、何秒かしたら切ってしまう、切られてしまう。ああ、うわ、気持ち悪いな、気持ち悪いなぁと思って、まあいたずらだろうみたいな、はい、ノリで、まあ結局ね、2週間は放置したんですけれども、うんうん、まあある日家族が来て、その時にね、ふっとそれを言ったんですね。無言電話が毎日かかってくると。ああ、うん、まあ、そうだね。そうですね。でもやっぱ両親からしたら心配なので、警察に言おうと。うん、そうね。結果警察に言うことになって、逆探知をするってことになったんですね。出た。あ、逆探知。はい、逆探知っていうのは、その電話の発信元を、うん、まあ、知れるという、お、警察がやるアイテムなんです。ならではですね。あ、すごいね。例えばね、ターボが京都らへんから俺たちに脅迫電話みたいなの送ってきたら、うん、それ警察はちゃんと犯人が京都にいるっていう、お、場所とかも割り出せるわけ。分かるんや。そうそうそう、すごいよ。電波を通じて場所が分かる。この格好っていうのも分かるんや。それはすごいね。あ、分かる。電波走ってないから、俺はこの辺から出てるかもしれない。出てる。で、出てそうだけどな、確かにな。ここで、え、ここで会話してるでしょ。会話してねえよ。ここの音波を使って会話してるでしょ。宇宙人か、俺。宇宙人です。宇宙人じゃねえ。逆探知を、まあ、数日後にすることになりまして、逆探知をしたら、まあ、どっから出てるかをお伝えするという話なんですけど、はい、まあ、警察は家にいないですよ、もちろん。うん、警察署にいるんですけど、うん、逆探知したんですね。かかってくる時間帯で、はい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 、かかってきました。逆探知しました。うん、どこなの。そしたら警察官から電話かかってきて、あ、逆探知終わったんだと思って、場所どこ、どこなんだろうと思ったら、もうとんでもない勢いで警察の人たちが、前丸山さん、本当に危険なんで落ち着いて聞いてください、え、今すぐ家から出てください。ほう、まさか。まさかですね。そうでしょ。自分家の押し入れから電話。うわ、怖っ。そっ、怖っ。押し入れからずっと電話してた。自分家の押し入れからずっと電話してて、引っ越した前の人がずっとそこに居座り続けていたと。怖っ。うわー、何その話、何してんねん。気持ち悪。ということで、じゃあ2つ目に行きましょう。2つ目、ホテルのラジオ。バスのビジネスホテルに、まあ、ある方が泊まりまして、酔っ払っちゃって、女の人ですよ、女の人酔っ払っちゃって泊まりました、ホテル、うん、ビジネスホテル借りて、もう帰れないと、うん、ありました。その女友達と2人で寝るわけじゃないですか、ベッド、別々のベッドで、うん、で、友達の方はもうすぐ寝て、女の人は一旦ね、夜中ぐらいに起きたんですよ、うん、そしたら枕元のさ、ここに、ここら辺にさ、ラジオみたいなのわかるし、あるある、照明とかの下があるよ。あ、ここ、こう回すやつ、はいはい、まあ、あれら辺から、まあノイズ音というか、うん、ブツブツみたいな、うん、ザーザーみたいな音がしてるんですね。なんかやだな。まあでも友達がつけたんかなと思って、あ、まあそのままほっといて寝たんですよ。そしたらまた1時間後ぐらいに起きちゃって、そしたらね、ちょっと、ね、雑音がでかくなってるんですよ。え、ザーザーみたいな、うん、だんだん音量でかくなってきて、さすがにやばいと、はい、一旦切って、
まあ、また寝たんですね。で、1時間後、今度はザーとかじゃなくて、あー、うわあ、うわ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 あ、もうただもうノイズじゃなくて苦しんでる人の声に変わってて、あ、もう状況を想像するだけでやばいよね、きついでしょ。え、どんどんって変わってる。その時に聞いてたんですけど、ボリュームゼロなんですね。もうあかんや。ラジオかと思ってたら、まずラジオじゃない。え、ラジオではないところから出てると。え、ちゃんと聞いてみると枕が壊れてるじゃないですか。じゃあもうあっち側の隅っこらへん、天井のその辺から聞こえてて、え、うん、でかくなってるから聞こえやすくなってるから、ちゃんと聞いたらそこって分かって、まあまあビビりながらそこ見て、寝れなくて見てたんですよ。そしたら徐々に首がザーって、え、え、床、天井から首が降りてきますよ。え、え、ザーって、なになになに、どういうこと。助けて、うわ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 、そこで気を失って朝友達に起こされまして、どうしたのみたいな、顔が青ざめてるんで、まあ、その話をしたんですね、女の友達に。夢でも見てたんじゃないの、ね、っていう話になりまして、まあ確かにそうだな、そう思おうと思って帰って仕事に行って、まあ、仕事の帰り道、夜ですね、そのホテルの前を通ったんですね、そしたら警察官がもう何名もいて、パトカーとかも数台止まっていて、まあ、野獣馬いるじゃないですか。野獣馬の人の声が聞こえてきました。はい、残酷だねみたいな。え、女の人が殺されちゃったらしいね。え、その話を聞いて、改めて後日ちゃんとその事件を調べましたところ、はい、止まったのが202号室302号室で女性が殺されました。うわ、ちょうど上だ。あ、だから部屋の隅っこからこう助け出てきてたのか。うわー、よし、首を絞められて殺害されたような、苦しくて助けてっていうのを、たまたま起きていたその下の人に伝えていたのか。いやー、やばいわ。これもうゾじゃない。いや、怖っ。人怖だわ。人怖。じんわり怖いわ。じゃあ、うーっていうのはもう、そうそう、今締められてたってこと。タイムリーの時。うわー、最悪やん。だからどん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 大きくなってったんだ。もう近い寄ってね、助けてねって言うために。うわー、マジか。ついなー、これ。3つ目のお話に参りましょう。貯水タンク。ある時ですね、アパートの住人の方が水がちょっと変な味がする、はあはあはあ、異臭がすごい、水道水の異臭がすごいと、ちょっと臭いと。そうですね、なりまして、はい、まあ、管理人の人に連絡をしました。管理人の人はとりあえずまあ軽く流し程度に、別に数人一人とかしか来てないから、あんたのとこだけ調子悪いんじゃないかなぐらいにしか思ってないです。まあね、あ、その水道がね、後日徐々にそのクレームがどんどん増えていきまして、もう無視できない状態になりまして、工事会社の人に頼んで調査してもらったところ、はい、貯水タンクがどうやらもう行かれているんではないかと。そう、そして貯水タンクを開けたところ、女性の死体が見つかった。わき、急に来るやん。急だな。急に来ます。3ヶ月間亡くなったまま放置されていた。待って待って、めっちゃ気持ち悪いやん。待って、じゃあその死体がある水を飲んでたってこと。そうです。うわー、やっぱ。そのアパートやマンションの方たちはその貯水タンクからの水を飲むので、3ヶ月間その水を飲んで。うわ、もうやばい。一番やばいよ、一番やばいよ、一番やばい、一番マジ。本当にあった事件で、本当にあったん、これ。海外で本当にあったことで、えー、まあ殺されてしまった人が、女性がいて、犯人が貯水タンクに遺棄した。たまたま隠さなきゃいけなくてそこに隠しちゃうのはいいけど、本当のサイコパスだった場合、その水をこの辺ね、その水をこの辺ね、この辺ね、この辺ね、あいつらに飲ませるために入れたのかもしれない。あー、もうマジでサイコパス。そこまで計算してるかもしれません。いやもうそこ大好きっすね。なんならもう一番好き。なんならよ。なんならとかいらないんで。なんなら、数があるじゃない、数があるじゃない。なんなら一番好き。終わっちゃうの悲しい。いやもう悲しい。じゃあ今日も満足していただけたら。いやもう満足満足、もう大満足ですよ。なんならさんは何が一番怖かったですか。いやだからもう貯水タンクですよ。あれはもうガッチガチの実話だから。そう、あー、それがやばいよね。なんなら一番怖い。なんなら一番怖い。ということで皆さん、なんならまた高評価していただいて、1万と1万高評価が第5弾、はい、すぐやります。お願いします。お願いいたします。お願いします。ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次回の続行話でお会いしましょう。セーフティー。セーフティー。
と走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を楽しもう。